はい、ということで今回はですね、松坂選手とね、イチロー選手の対決をやっていきます。でね、松坂選手は昨日作った全盛期の松坂選手ですね。それで、イチロー選手はね、ちょっと前に作った、ほぼオールエースのね、イチロー選手なんですけど、ね、イチロー選手操作するのハマってて、前はね、ピッチャーでやってたんですけど、最近ちょっとこっちでやっていきたいと思います。無理か。これしょうがない。もう一回いこう。ちょっとね、バントも絡めていこうかなって思ってて、バントヒットもね、結局ヒットですからね。バントを絡めたい。無理か。これちょっと、バント以前の問題でもあるぞ。ちょっともう一球だけでやってみよう。無理か。ちょっとやめよう。集中します。調子乗るとやばい。よし。なんかね、ワンテンポちょっと遅くした方が打てる気がする。なんかね、急にな、流し打ち。オッケー。源田さんか。無理か。源田さんはうまいから。はい、ってことでもう、お遊びなしですね。マジで狙う、ヒット。マジ。よし。いや、クイック早いな。やべ。集中します。集中する。ちょっと黙る。よし。もうフォアボールもヒットでいいか。それやばい。ボール球ね。来た。村さん、いける。なんでだよ。もう毎回同じパターンじゃねえかよ。ということで、打てないんで違う試合来ちゃいましたね。また、あるあるですね。もう打てるまでやるわ。オッケー。なんだかんだね、長押し打ちできれば、なんか、あるんだよね。おっしゃ。完璧に近いぞ。この前 に近いぞ。マジでこれ、また言うけど、ノーカットでスピリッツを確認する男。これマジ。オッケー。よかった。もうね、この調子で3投しましょう、3投。いける。頑張れ。それは無理。はい、ってことでね。いやー、結構会心の当たりだったんじゃないの。よかった、追われて。全く同じ展開になってるけど、俺的には大満足。やべ、しけた。はい、ってことでね、ご視聴ありがとうございました。これからもね、選手作成のね、合間を縫ってね、対決でどんどんやっていきたいと思うんで、ぜひともね、高評価お願いします。まあ、高評価はいいけど、チャンネル登録お願いします。はい、ということで以上です。おう。